はい、動画をご覧の皆さん、こんにちは。いつも YouTube チャンネルをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日は2021年4月の2日金曜日でございます。週末を迎えております。本日も金融経済世界情勢について語っていきたいと思います。まず仮想通貨ビットコインですけども、6万ドル付近での攻防を続けております。史上最高値目前での踊り場相場を形成。これから週末、来週に向けてビットコインどのような動きをしていくのか、史上最高値更新になるか注目でございます。そして今日はですね、アメリカの方で米雇用統計の発表がございます。これは大きな指標発表でございますので、来週の株式相場、為替、金利、大きな影響を与えると思います。本日の米雇用統計の発表に注目でございます。そして本日の日経平均株価ですけれども、大きく上昇いたしました。現在マーケットリスクオンの状態となっております。本日もこのあたりにスポットを当てて解説していきたいと思います。仮想通貨ビットコインですけども、6万ドル付近を挟んだ熾烈な攻防となっております。現在為替ドル円が110円ですので、6万ドルは日本円にしますと約660万円ぐらいの価格に値するんですけども、このあたりの付近での攻防、史上最高値、ね、目前での踊り場相場を形成する形となっております。まあ、乱高下しつつもですね、強力なファンダメンタルズ、次々と好材料が出ておりますので、まあ、上値を伸ばしていっている形でございます。当面はですね、3月14日にマークしました過去最高値ですね、これが6万1800ドル、日本円にしますと約673万円ですね。このあたりの価格を意識した動きになると予測されます。この、ね、ビットコインの好材料ですけどもね、アメリカの方で ADP の、ね、雇用統計の、ね、まず大幅な改善があったということですね。これは、まあ、市場いろんな市場で条件は良かったんですけどもね、あとゴールドマンサックスですね、こちらが富裕層向けの暗号資産ですね、仮想通貨の投資商品の検討の、ね、報道などもあってですね、直近ではこういう報道もありまして、ビットコインですね、価格を、ね、史上最高値目前まで、ね、戻してきました。現在時刻が16時33分ですけどもね、ビットコイン価格が659万8000、まさに、ね、6万ドルを、ね、挟んだ動きでございます。まあ、昨日と比べるとですね、まあ、ほぼ変わらずの価格ですね、この現在650万円、660万円、このあたりの価格でですね、これから週末そして来週に向けてですね、いよいよ史上最高値、ね、更新になるかというところでですね、注目でございます。アルトコインで、ね、値を上げているのはイーサリアムですね。イーサリアムが大変強い動きをしております。現在価格がですね、16時34分現在22万1000円ということですね。イーサリアムもこれもね、20万円をしっかり超えてきまして、史上最高値、これが今2000ドルをね、まあ、2000ドルもね、超えてきましたよね。イーサリアム2000ドルを超えて史上最高値を、ね、いよいよね、目指す動きでございます。もうしっかりね、超えてくると思いますね、イーサリアムですね。非常に基盤が強いという感じでございます。リスクはですね、638円と、こちらはね、4% 下がっております。リップルは64円、リップル上げてきましたね、2% 上げております、64円ということですね。ネムはね、40円、ほぼ変わらずですけどね、ネム40円台で乗って動いております。ライトコインは22,780円ということですね。ライトコイン上げてきました。4%、4.28% の上げでございます。ビットコインキャッシュもね、しっかり上げてきました。61,693円ということですね。3.5% の上げ、6万円台に乗っております。モナコインは229円。モナコインもね、2.38% 上げております。ステラルーメン上げましたね、50円。10% 上げてきました。ステラはね、10% の上げ、50円に乗ってきました。IOST は 5.9 円。こちらはですね、4% ほどね、IOST は下がっております。エンジンコインは272円。エンジンコインもね、4% ほど下げております。アルトコインの方はですね、まあ、高安まちまちの展開となっておりますけども、ビットコインがね、ビットコイン、イーサリアム、この主力通貨がしっかり動いているというところでですね、これから週末に向けてですね、出来高はね、少なくなると思いますけれどもね、価格は動きやすい、時間帯に入ってくるかと思います。そして週末、そして来週に向けてですね、この仮想通貨ね、どのような動きになるかね、注目していきたいと思います。史上最高値、まずね、ビットコイン更新になるかというところですね。
それではですね、続きましてアメリカの株式市場を見ていきたいんですけども、昨夜の、ね、アメリカ株式市場ニューヨークダウですね、171ドル高でした。 33,153 ドルで取引を終えました。ナスダックは、ね、233ポイント上げました。 1.76% の上げですね。 13,480 ポイントでした。ニューヨークダウ、ナスダックね、しっかりとした動きですね。で、S&P500 がですね、46.98 ポイント上げて 1.18% 上げ、とうとうですね、S&P500 4000ポイント乗りましたね。 4.19 ポイントということですね。こちら S&P500 もこれも史上最高値をね、更新してきました。アメリカ株式市場非常に堅調ですね。今夜はですね、アメリカの米雇用統計のね、発表などあります。今夜はですね、アメリカ株式市場、株式の方はね、お休みとなりますね。為替などはね、動くんですけれども、アメリカ株式市場は今日はね、今夜はお休みとなります。でまずですね、昨夜から今朝にかけてのアメリカ株式市場ですけれども、1日のアメリカニューヨーク株式市場は主力のハイテク株銘柄や半導体の、ね、銘柄が買われまして、ダウ平均株価は3日ぶりに反発いたしました。ダウは3日ぶりの反発ですね。1日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前日の終値から171ドル高の、33,153 ドルで取引を終えました。またハイテク株中心のナスダック総合指数も233ポイント上げて 13,480 ポイントで取引を終えました。この日はですね、アメリカの債券市場で長期金利が下がったことで、これまで割高感から売られていた主力のハイテク株を、ね、買い戻す動きが出て相場を支えました。また前日ね、発表されましたバイデン大統領のね、バイデン政権のインフラ投資の計画で国内の半導体生産を支援する内容が含まれていたため、さらなる再調が見込まれるとインテルなどね、半導体関連の銘柄にも買いが入りましたということですね。今夜はですね、米雇用統計の発表がありますので、内容次第では週明け長期金利が再びね、上昇する可能性もあります。株式相場のね、影響を注視する必要がね、あるということでございます。アメリカの、ね、長期金利ですけどもね、 1.670% とね、下がってきました。 1.6% まで、ね、落ちてきました。10年債長期金利ですけどもね、 1.7%、 昨日は 1.7% 台だったんですけど、現在 1.670% とね、下がってきましたね。まあ、長期金利がね、一旦落ち着いているというところもね、株式相場には安心感あります。で、それによりますドル円ですけども、為替の方がですね、ドル円が110円と522とね、まあ、110円台ではあるんですけども、まあ110円の半ばまでね、若干落ちてきたというところですね。まあ、ユーロ円は130円ということで、103円ということで130円台ですけどね、為替はそういう動きですね。まあ、長期金利、為替がまあ一旦ね、落ち着いたんじゃないかというところでですね、アメリカ株式市場は、それによりまして少しね、落ち着いた動きとなっております。そのね、ダウ、ナスダック、S&P500 がね、史上最高値を更新したアメリカ株式市場を受けました本日の日経平均株価ですけど、日経平均株価ね、上げてきました。465円高、 19,850 円とね、再び3万円台をね、狙える位置まで、ね、日経平均つけてきました。トピックスもですね、 13.98 ポイント上げまして1971ポイント、マザーズはね、9ポイント上げました。1239ポイントということですね。ジャスダックも 1ポイント上げまして190ポイントですね。日経、トピックス、マザーズ、ジャスダック、4指数すべてね、上げました。本日の、ね、日経平均株価ですけれども、アメリカの、ね、長期金利が低下し、ハイテク株 に人気が集まった流れを引き継ぎまして、半導体関連や電子部品などが、ね、買われました。本日の日経平均株価ですが、465円高、 29,854円などで、ね、続伸いたしました。約、ね、2週間ぶりの、ね、高値をつけてきました。トピックスもですね、 13.98 ポイント上がりまして1971ポイントと、ね、上昇いたしました。60% の、ね、銘柄が値上がりし、値下がりは、ね、36% でした。出来高は10億231万株ですね。売買代金は2兆2403億円でございました。業種別ではですね、33業種電気機器、情報、通信業、パルプ、紙が、ね、上昇いたしました。下落はですね、電気、ガス、石油、石炭、製品、卸売業などでございました。
このようにですね、日経平均株が上げていましたし、マザーズ、ジャスダックがね、また上昇しているところもね、この、マザーズなどは特にこうネガサハイテック株などもね、中心にね、構成されておりますので、ここら辺の動きがですね、また個人投資家などもよく買っているというところですね。ここら辺もやっぱりリスクオンの動きになっているかなというところでございますね。このように現在ですね、仮想通貨も史上最高値を狙う、ビットコインもね、史上最高値を狙う動きで、アメリカの株式市場、そして、ね、東京株式市場とね、株式相場も堅調でございます。為替もね、110円台で、長期金利はね、若干下がって 1.6% 台に、アメリカの長期金利ですけどね、落ちてきているというところでね、マーケット全体としてはリスクオンの動きとなっております。でまずですね、今夜のね、アメリカの米雇用統計ですね、21時30分に、ね、発表となりますので、この数字がね、極端に悪いとまた相場影響するとは思うんですけど、無難な数字、範囲内の数字、そんなサプライズはなくていいと思うんですけどもね、そこら辺の数字であればですね、来週にかけてですね、株式相場もね、また最高値をね、更新していくんじゃないかというふうにね、思われます。はい、以上、本日は2021年4月の2日金曜日、週末の金融経済世界情勢について語ってみたでございました。それではこの動画が良かったと思う方は、チャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。今の桜のね、状況をお見せしましょうね。桜だいぶ散っちゃいましたけど、こういう感じですね。